Media Factory。今日の一発目のゲームは何でしょうか。はい、今日の一発目のゲームはですね、から頑張れゴエモンからくり道中でございます。未だなお根強い人気を誇るゴエモンシリーズの火付け役、頑張れゴエモンからくり道中。このゲームを使った新競技は頑張れ終幕カモン。違う、シューマじゃねえや。いやいや、山崎せーどうも。山崎だよ。いやいやいや、でもこのゲームちょちょいのドンですよ。ちょいのドンドン。ごめんに言ってるな、しかし。マグロの言う山崎。ごめんなさい。始まるとしてるかもしれない。さっきの意見が。あんまり喋ると、なんか…まったく喋ってない。そっちから入るんですね。あ、ほんとだ、順番があるんだね。はい。お、お、うまい、うまい、うまい。あれ、あれ、早い。イタテンだね、まさにこれ。スケーター3つ取ったんですか。あ、スケーターじゃないや、なんだっけ。はい。はいはいはい。早い。何それ？買っちゃったの？アウト！いや今いいとこだったのに。いやいやこれ逆にありがたいですね。続いての挑戦者はみかんの大器カイキマン。同じやり方。これ姫パターン。はい、そうです、姫パターンです。これが違う。ダメージで飛んだよ。そっちだ。入っちゃったみたいなね。入っちゃった、すいません。入っちゃいましたね。あ、いいね、江戸時代っていうのはなんかおおらかでいいな、なんか街並みが、うん、穏やかです。いや、本当にこれ、おお、じゃあ早い、優勝いっちゃうこれ。いっちゃうんじゃないですかね。いっちゃってもいいんじゃないの、うん、さあ、怪奇マンのタイマー姫。はい、1分20秒15。いや、やったこれね、負けてたら僕あの東京ハンズに自分探しの旅に行こうかなと思って。なんかあるんじゃないか、なんかあるんじゃないか、なんかあるんじゃないか。いいんだ。なかなかの好記録、レコード樹立です。最後の挑戦者は予選をワンツーフィニッシュしたガリベンズの2人。はい、2人はすごいな。もう必ず上位でレギュラーだな。いやいや、そんなことない。いやいやいや、すごい、すごい。いやいや、全然そんなことない。うわ、姫見てよ。まずは予選第2位、矢野が挑戦。パターンはどういうパターンなんだろう。これは僕もカイキマンと同じパターンですね。カイキマンパターン、はい、KP ですね。落ち着け、これノーミス。ノーミスですね。おー、早い早い早い、早い。買うのも早いよこれ。うん、無駄ないです。無駄がない。うん、早い。これ出るんじゃねえの。おいしょ。おー、3つ。あとは奇跡起きるかもしれねえよこれ。ダッシュダッシュ。帰るだけ。これずっと飛んでる方が、うん、早いみたいです。あ、そうなんですか。ゲタメトロクロス。そうメトロクロス。僕メトロクロスです。よし、おいしょ。おー、おいしょ。来た来た。さあ、キラボーイのですね、1分12秒40。今のまんまでいくと記録抜けるんじゃないでしょうか。いや、お願いします。姫、お願いします。はい、
1分11秒67。うわついに11秒台に突入。残す挑戦者は相方のみ。面白すぎるよこれ、うん、面白すぎます。出しちゃったよ、うん、そしてなんと横で、はい、えお前、はい、しんど、はい、大丈夫、はい、緊張しろとみたいな、しろとだよ、はい、パターンは一緒、一緒です、一緒、無駄なくいかない、無駄ないですね、研ぎ澄まされてます。羨ましいよ。いいな、コンビに会話があって。おお。無駄がないぜ。これであと走るだけ。はい、よし。突っ走れ。やっぱジャンプがいい。はい。頑張れ頑張れ。よし。ご用だご用だって言われてる。どうだどうだ。セーフ。ダメじゃないんだ。コンビ対決になりましたよ。はい、そうですね。矢野が、1分11秒67、はい、さあそして振動がオーラスでします。抜いて新記録達成できるのか。タイムは1分12秒06。あよっしゃ。ここでスリと激突していなければ逆転していたかもしれません。残念。ということで頑張れ五右衛門一面タイムトライアルはガリベンズ矢野1分11秒67優勝。よいしょー。